例えば渡航記録までは必要ないとかったり、そのデータベースをアクセスできる権利が病院によってそれぞれ違うだろうっていう今のところの予測は、その病院によってというより、そのそれぞれ研究者が例えば膨大の一人一枚のカルテということは、日本全国の人間がその一つの研究の対象になるわけで、その1億2000万人のデータを研究者が使うってなった時に、個人情報は別にいらないんじゃないですか。